電車に乗るる時間ををずららしして通勤の混雑を緩和するサビズがきょうから始まりまりた。小池知事は朝から地下鉄の駅で行われた応援イベントを視察しました。 午前8時ごろ、小池知事は東京メトロ銀座線京橋駅で行われた時差ビズを PR するキャンペーンを視察し、朝の混雑状況などを確認しました。その後、知事は周辺人口の増加に伴う混雑を緩和させるために、新しいホームを作っている東西線の南砂町駅を訪れました。 小池知事は東京メトロの担当者から東西線が都内で、最も混雑率が高い状況などについて説明を受けました。ハードで工夫をすることによって、あの快適通勤そして時差ビズが加わることによってまダブルの効果が生まれればとこのように思っております。時差ビズは来月10日まで行われるほか、来年1月下旬にも実施される予定です。